おはようございます。この動画は現実のヨハネ沼津インザミラージュ、通称ヨハヌマのラスボス撃破動画なのだ。今回はチャレンジ一つで十分に挑戦するのだ。早速だけどマップを確認するのだ。上のルートはイベントが多すぎるのだ。避けすぎも良くないけど、寄りすぎるのはもっと良くないのだ。ましてや今回はチャームを入手した瞬間即終了なので、なおさらイベントには極力寄りたくないのだ。なのでここのマスから開始して、こういう感じでお金を集めながらショップに寄ってエリートに望めるルートで進行するのだ。後半は分岐を上に進んで休憩を挟みつつ、エリートが対処できそうなら上、厳しそうなら下から進んでショップを目指すのだ。このお猿さんは基本的に初期状態だと倒しきれないので、50円持っていかれることの方が多いのだ。でも闇のささやきからめちゃ強カードが出てきて倒せたのだ。攻撃できるカードが欲しいけど、アタック以下のカードを入れてもしょうがないから何も取らないのだ。言い忘れてたけど、今回はバランススタイルで衣装を小悪魔でプレイしているのだ。使えるカードに制限ないから適当でもなんとかなるだろうって思って適当に始めたら、悪と1でゲームオーバーになっちゃったのだ。なので HP を維持しやすい小悪魔に変更して再挑戦してるのだ。闇のささやきから出てくるカードが優秀すぎるおかげで難なく撃破なのだ。ここは防御でバフを付与できるかブリスクを取ってダメージを出せるようにするのだ。生体観測も悪くないけど、最序盤はアタックカードが欲しいから見送るのだ。お金だけ取るのだ。ここはちょっと悩んで闇のささやきを強化したのだ。コストを下げて使いやすくした方が良いと判断したのだ。ショップに寄ったらホエルが売ってたのだ。防御でバフを付与できる手段はすでにあるけど、かぶりつくは未強化だと使ったターンしかでバフが付与できないから使い勝手が悪いのだ。なのでホエルを買って複数ターンでバフを付与できるようにするのだ。ベイパートレイルもちょっとだけ気になったけど高かったので見送ったのだ。ここはお金一択なのだ。基本的にイベントで受け取ったカードやチャームは強制獲得だから、博打要素が強すぎるのだ。なので今回は可能ならイベントは全て避けるべきなのだ。終盤でチャーム獲得イベントに遭遇したら目も当てられないのだ。片方を速攻倒したのは悪くなかったけど、倒す順番を間違えて大ダメージを受けてるのだ。グレミなのだ。ここはなぜか辻裏を取ってるけど、正直これは取らなくてよかったのだ。採用を見送って他の使えそうなカードが出てくるのを待つべきだったのだ。ホエルを強化して使い勝手を良くするのだ。事故って大ダメージを受けてるのだ。前回のランもこんな感じでじわじわ HP が削れてゲームオーバーになってしまったのだ。思った以上に普段拾ってたチャームから受けてた恩恵は大きかったのだ。ちょっと早いけど遊覧飛行を取ってドロー手段を確保するのだ。普段ならエナジーに余裕ができた頃に採用するけど、今回はずっと3エナジーだからいつ取っても変わらないと思って早めに取っておいたのだ。イノシシさんは運にも恵まれて楽々撃破なのだ。闇のささやき最高なのだ。もしもの備えを取るのだ。ゼロコストでドローできて応用が効きやすいから、とりあえず1枚入れておくのだ。途中で気づいたけど、今回のプレイでエリートを踏む意味は全くないのだ。チャームが取れないし、もらえるお金の量も普通の雑魚戦と変わらないから、ただただ強いモンスターと戦うだけなのだ。なので可能ならエリートも避けたいところなのだ。ここは極光のカゴを取るのだ。もう少しダメージを出せるカードが欲しかったのと、デッキの中に月属性のカードがいくつかあったので取った感じなのだ。いつまでも闇のささやきに頼っていられないから、こういうカードで少しでもダメージを出していくのだ。強化済みのフェニックスが気になるのだ。前回のランで感じたのは、思った以上に HP が維持しにくかったってことなのだ。なのでフェニックスを買って少しでも HP を高く保って道中をしのごうと考えてるのだ。極光のカボを強化していざボス戦なのだ。
みんなで行くずら。絶対勝つんだから。アクトイチのボスはズラマルちゃんなのだ。取り巻きのミラー獅子の芯をさっさと倒したいから、ヨウちゃんの召喚カードを使っていくのだ。ヨウちゃんは攻撃力と防御力が2点上がって、半終了時に攻撃とシールドまでしてくれる効果てんこ盛りカードなのだ。ボス戦の時にあるととても心強いのだ。これなら大丈夫よ。どんどん行こうよ。あるわね。あんのかがされ。このターンにミラー獅子の芯から防御でバフが飛んでくるから何とかしたいのだ。でもパッと見た感じなんとかならなさそうなのだ。辛いのだ。ダイラクスを使えばなんとかなるけど、個人的には1回の戦闘で召喚カードは1枚までにしたいのだ。召喚カードはピンチを切り抜ける切り札なのだ。可能な限り残しておきたいのだ。ここはダークネスで殴ってればヨウちゃんの追撃と合わせて倒せてたのだ。フレミなのだ。リーサルがあるかどうかの確認はちゃんとするべきなのだ。何とかミラー獅子の芯は倒せたものの、あまり状況は良い方とは言えないのだ。下手したらゲームオーバーの可能性もあるのだ。行くぜ。それじゃあ頑張ってね。おかわりするぞ。言いなさい。シールドが足りてないのだ。まずいのだ。防御札がない以上殴れるだけ殴るしかないのだ。行くわよ。ビビよ。ダダダダダ。ダークネス。これはダークネス。このターンで倒せなきゃだいぶまずいのだ。ここからが本番よ。何か良いカードが出てきたから、これを使って倒せるかどうか考えているのだ。これで決めます。カラミティブレス。倒せそうだからとりあえず殴ってみたら、なんとか倒せたのだ。ボロボロになりながらも、なんとか悪党一突破なのだ。負けたずら。私ってば強すぎない。神々の黄昏を取ろうとしているのだ。ゼロコストで使用できる月属性のカードを多めに集めて火力を出そうと考えているけど、今思えば土地マンハリケーンにしておくべきだったのだ。マップを確認するのだ。全体的にエリートが多いのだ。上のルートは戦闘マスが多すぎて、とてもじゃないけど HP が持ちそうにないから無理なのだ。なのでまずはここのショップで買い物をして体制を整えるのだ。ここの分岐はおそらく下を通ると思うのだ。理由は上の分岐を通るとイベントマスが確定しているからなのだ。上を通った場合、ここのイベントマスを必ず通らなきゃいけないのだ。普段のプレイなら1個くらいは気にせず通っちゃうけど、今回はチャームを獲得した瞬間即終了なので、イベントマスが避けられる下のルートを通っていくのだ。問題はここからなのだ。普段ならエナジーに余裕が出始めるから大抵は楽な展開になってくるけど、チャームが獲得できない以上、3エナジーでうまく機能するようなデッキにしていかなきゃいけないのだ。正直思った以上にきついチャレンジなのだ。商品入れ替えはできるなら強化済みのものが欲しいのだ。現状何もかもが足りていないのだ。まずは火力を出せるようにしたいから、ゼロコストで攻撃できるカードを買い漁るのだ。ドローカードがないと事故る可能性があるけど、しのぼの言ってる場合じゃないのだ。早速手札が悲惨なことになってピンチなのだ。ここは後から見返して気づいたけど、イカサマで見えてた山札と実際にドローしたカードが違うのだ。多分お邪魔カードが混ざった時に山札がシャッフルされたのだ。こういう細かい仕様はなかなか気づかないものなのだ。かなり苦戦してるのだ。現状まともにダメージが出せる手段が極光のカゴからの月属性カードくらいしかないのだ。もう1枚くらいちゃんとしたダメージが出せるカードが欲しいのだ。とか言ってたら大麻のボフが出てきたから取っちゃったのだ。これ1枚で大抵の場合シールドが賄える優秀なカードなのだ。
大麻の僕が入手できたから多少はマシになったけど、それでもまだまだデッキが弱いのだ。戦える状態になるまでに必要なカードが2枚もあるから立ち上がりが遅いのだ。今も必要なカードがデッキの底にあったからかなり苦戦してるのだ。おかげでかなり HP が減ってるのだ。まずいのだ。防御しきれなさそうだから何とか倒しきろうとしてるけど、結局ダメージが足りてなかったのでやむを得ずライラックスの召喚カードを使ってるのだ。どれも今のデッキに合わなさそうだから何も取らないのだ。最初のショップではフェアリーギフトだけ買うのだ。所持金はそこまで多くないし、次のショップを確認してからどうするか決めるのだ。もしもの備えだけ買うのだ。この後にもう一箇所ショップがあるから、そこで最低限お買い物できるだけの額を残しておくのだ。お金がないときにショップに寄ってはいけないのだ。超ピンチなのだ。イノシシドールがでバフ解除攻撃をしてくるから、こいつが倒せないとシールドが剥がれてそのままゲームオーバーなのだ。ヨウちゃんの追撃でイノシシドールは倒せるけど、他の攻撃を耐えられるかどうか計算してるのだ。首の皮1枚つながったのだ。超ギリギリなのだ。どれも取る余裕がないのだ。 HP が少ないけど、ブローチを信じて神々の黄昏を強化するのだ。防御貫通エビがいるのだ。こいつを2ターン以内に倒せなきゃゲームオーバー確定なのだ。なのでライラックスを召喚して2ターン以内に倒すのだ。闇のささやきが良い仕事してるのだ。かなり運任せだったけどギリギリ間に合ったのだ。ここは強化する余裕がないからって理由で何も取らなかった気がするけど、どちらでもいいからアタックカードを取るべきだったのだ。特に大量じゃ、劣ってたら、ホエルと合わせて道中の雑魚戦はかなり楽になってたはずなのだ。比較的対処が楽なエリート、ボス歌舞伎高橋なのだ。でも手札が悪くてシールドが全然足りてないのだ。召喚カードを使って無理やりシールドを生成するのだ。少しでも被弾を避けるのだ。さすがに20点は削り切れるはずだけど、それにしたって火力が低すぎるのだ。ここはちょっと悩んだけど、いっそ防御方向に振り切ろうとして印象を取ったのだ。普段は必要な場面がないから取らないカードだけど、性能自体は悪くないのだ。ショックでアタックの削除と安売りしていたもしもの備えを買ったのだ。イベントはかもなく不可もなくな感じの無難なやつが来てよかったのだ。また危ないやつが出てきたのだ。まともに攻撃を受けたらゲームオーバーなので、ルビーちゃんの召喚カードでドローを見て何とかするのだ。闇のささやきからいい感じのカードが出てきたから、一番ヤバいイノシシドールは何とか倒せたのだ。ちなみにダイアニマドールとかが使ってくる強力な攻撃は取り巻きがいないと不発するのだ。範囲攻撃がある場合は取り巻きを一掃するのも悪くないのだ。神々の黄昏は取っちゃうのだ。直後に休憩マスがあるから次のマスで速攻強化するのだ。予定通り神々の黄昏を強化していざボス戦なのだ。我も本気で行かせてもらおう。負けるわけにはいかないのよ。アクトニのボスはカナンちゃんなのだ。これで取り巻きのミラー殿様が1ターン目に方針というお邪魔カードをデッキに混ぜてくるのだ。可能なら速攻撃破してお邪魔カードの混入を阻止したいけど、現状のデッキでそれは無理だから諦めるしかないのだ。パワースタイルなら自力で消す手段があるけど、バランススタイルは戦闘が終わるまでずっと残り続けるから結構きついのだ。
方針は引いた瞬間にエナジーが消えるお邪魔カードなのだ。このゲームはお邪魔カードが全体的に凶悪なのだ。せめてトワイライトをつけてほしいのだ。必要なカードは全部使えたから、あとは月属性のカードを使いまくるだけなので、ちょっと倍速にするのだ。ダメージが分散するからしばらく取り巻きの処理に手間取るのだ。闇のささやきから出てきたリコちゃんビームはデッキの大半が呪文カードだから使えないのだ。実質お邪魔カードなのだ。挑発はさすがにまずいからリコちゃんを召喚するのだ。本来ならラスボスまで抱えておくべきだけど、ゲームオーバーになったら元も子もないから仕方なく使うのだ。神々の黄昏のおかげで徐々にシールドの生成量が増えてきたけど、それでも安定には程遠いのだ。しかも2枚目の方針を混入されたのだ。超きついのだ。なんとか取り巻きを撃破できたのだ。カナンちゃんは取り巻きを再召喚してこないから、ここからはタイマン勝負なのだ。防御でバフが効かないからなかなか HP を削れないのだ。70点はちょっと受かるかどうか怪しいのだ。デモカードを使いまくってシールドを稼ぐしかないのだ。ギリギリ受かってるけど完全に虫の息なのだ。それでも死闘を制してなんとかアクトに突破なのだ。大抵のデッキに組み込める際、強アタックカードの試練一戦を取るのだ。マップを確認するのだ。ここの宝箱を開けたいけど、雑魚戦すら怪しいデッキでエリート多めのルートを通るのは危険なのだ。なのでこっちの休憩に寄りつつ雑魚戦だけのルートを進行するのだ。途中にイベントマスがあるけど、変なイベントが来ないことを祈るのだ。後半も似たような感じでエリートを避けながら休憩マスによって、宝箱とショップに寄れるこんな感じのルートを進行するのだ。まずはフェアリーギフトを強化してドロー力を高めるのだ。毎回思うけど、このババ抜きのイベントは正直リスクとリターンが見合ってない気がするのだ。せめて金枠のカード確定にしてほしいのだ。次の休憩マスで大魔のゴフを強化するのだ。2強化だとちょっと防御性能が不足してたから、これでだいぶマシになったと思うのだ。と思ったらいきなり雑魚戦でピンチになってるのだ。今のデッキはゼロコストのカードが多いから、キャットシーの混乱は非常にまずいのだ。混乱が解けるまでなんとかうまく耐えるのだ。なんとかしのげたけど、速攻のカブを使い損ねたからダメージが出せないのだ。うまくアタックカードで対応するしかないのだ。雑魚敵相手にめちゃくちゃ苦戦してるのだ。このデッキにいかにパワーがないかがよくわかるのだ。2回目の混乱を受けながらもなんとか勝利なのだ。カードはいらないのだ。またキャットシーがいるのだ。召喚カードの入れ替えも兼ねてダイヤちゃんを召喚するのだ。やっぱりダメージが足りてないのだ。速攻のカボが引けねえのだ。シールドも足りてないから HP で受けざるを得ないのだ。また極光のカボが使えないのだ。さっきと同じなのだ。でも問題のキャットシーは倒せてるから、なんとかなりそうなのだ。地道にアタックカードで削っていくのだ。何とかなったのだ。呪文カードが死体のデッキだからオカリナの音色を取るのだ。イベントマスが怖いからお金ないけどショップを通るのだ。そしたら甘美な誘惑が強化済みで売ってたのだ。シールドを貼りながら2枚ドローできる優秀なカードなので、これは買っちゃうのだ。遊覧飛行を強化してドロー力を高めるのだ。
ちょっと不安だけどエリート戦なのだ。富士大閣下はターンごとに攻撃回数が増えていくからさっさと倒したい相手なのだ。速攻のカボも使えたからなんとかなりそうなのだ。早々に必要なカードが引けたから難なく撃破できたのだ。特に欲しいカードはないのだ。初手で極光のカボが来てるのだ。ラッキーなのだ。微妙にシールドが足りてなくて被弾してるのだ。やっぱこのデッキ弱いのだ。ここはすぐに倒さないでフェニックスを使ってから戦闘を終えた方が良かった気がするのだ。全然意識してなかったけど良い感じにダメージを受けたおかげでブローチが発動してるのだ。オカリナの音色を強化してドロー力を高めたのだ。普段のプレイなら問題にならない奴らなのだ。早速シールドが足りてないからカナンちゃんを召喚するのだ。バーガナイトは放置しても問題ないからトンビーを先に倒すのだ。このゲームは最大 HP が増えるときに増えた分の HP が回復してくれないのだ。ケチなのだ。フェニックスもちゃんと忘れずに使ってから倒すのだ。ここは大量じゃ劣るべきだったのだ。ボスにマリちゃんが見えてたし、休憩マスが残ってたから強化をする余裕もあったのだ。普段は終盤で取るようなカードじゃないから何も考えずに見送ってたのだ。そういうプレイは本当に良くないのだ。シールドが足りてないからめちゃくちゃダメージを受けてしまったのだ。大魔の僕が使えないと大抵こういうことになっちゃうのだ。しょうがないのだ。さすがに4枚は入れすぎなのだ。やめておくのだ。特に強化したいカードがないから試練一戦を強化して申し訳程度に火力を上げるのだ。フェアリーギフトが強化済みで売ってるのだ。普段は何枚も積むようなカードじゃないけど、今回はデッキサイズが大きめだから買っちゃったのだ。残りのお金はファイナルアクトのショップで使うのだ。のボスはマリちゃんなのだ。基本的に召喚して殴ってくるだけだけどシンプルに凶悪なのだ。まずはヨウちゃんを召喚してバフをかけるのだ。これなら大丈夫よ。ミラーテラピーはこのターン生贄にされていなくなるから狙う意味はないのだ。かといってミラーウミウシのお邪魔カードが混ざる前に倒しきれないからあまり意味がないのだ。シールドが足りてないからマリちゃんも召喚せざるを得ないのだ。助けに来たわよヨハネ。信じてる。コスト軽減効果があるから忘れずにガードも使うのだ。そうよ、クソ痛えのだ。マリちゃん召喚中は必ずコストが1以上のカードから使っていくのだ。うっかりゼロコストのカードを使ってコスト軽減効果を消しちゃう事故を避けるのだ。時間がかかるから倍速にするのだ。とりあえず必要なカードは使えたから、あとはどれだけ早く倒せるかの勝負になるのだ。闇のささやきから良いカードが出てきたからミラーをミーシは倒せそうなのだ。ブーストがついてるからなるべく手数を稼いでから使うのだ。せっかくの攻撃チャンスなのにまともなカードが来ないのだ。ここもミラーウミウシを倒そうとしてるけど全然火力が足りてないのだ。しかも臆病風を引き込んで防御でバフまで受けてしまったのだ。絶体絶命なのだ。とにかくカードを使いまくってシールドを稼げるだけ稼ぐのだ。臆病風がちらっと見えたのだ。終わりなのだ。
打点なんとかはお邪魔カードが増えるのを嫌って使うのを躊躇してるのだ。何とか耐えられる分のシールドを確保できたのだ。レイドされたカードが2枚あるのに1本背負いのコストが減少してないのだ。闇のささやきで出る前にレイドされた場合はコストが減少しない仕様らしいのだ。しょうがないから諦めて他のカードで殴れるだけ殴るのだ。残り HP が少ないから打点なんとかも使っちゃうのだ。超危なかったけどギリギリで撃破してなんとかアクト3突破なのだ。ワン、オラクルは強化してもコストが1のままなのだ。エナジーに余裕のある普段のプレイなら全然採用していいカードだけど今回は見送ったのだ。他のカードもいまいちなので何も取らないのだ。どれも強化したところでそこまで変わらないから休憩して HP を確保するのだ。最後のお買い物なのだ。私にとってのお宝が少しだけ気になるけど、無難にカード削除をしてデッキの質を上げるのだ。もう少し捨てるカードがあったら採用してたかもしれないのだ。ラスボスの前哨戦なのだ。こいつに苦戦するようならラスボス撃破は到底無理な話なのだ。基本的にはウィニングランみたいな感じだけど、今回は倒せるかどうか怪しいレベルのデッキなのだ。早速被弾してるのだ。自分で言うのもあれだけど、やっぱこのデッキ弱いのだ。もう少しまともな攻撃カードを採用するべきだったのだ。休憩するのだ。最後のボス戦、鏡さんなのだ。今回はリコちゃんの召喚カードがないから序盤はほとんど動けないのだ。大麻のボフだけ使用しておくのだ。まずはヨッちゃんを召喚してバフをかけるのだ。あとはなるべく最低限の動きで必要なシールドを稼ぐのだ。好きにはさせないよ。あるわね。シールドが足りそうにないからドローを見て何とかするのだ。ここは遊覧飛行を使おうとしてたけど操作ミスで別のカードを使ってるのだ。おかわりするぞ、言いなさい。何とか必要なシールドが確保できたのだ。行くわよ。次のは痛いんだから。気にはさせないよ。極光のカボがデッキの底にあったせいでかなり出遅れてるのだ。好きだらけです。これおかわりするぞ、言いなさい。やっと極光のカボを引き込めたのだ。大丈夫よ、どんどん行こうよ。今回も時間がかかるので倍速にするのだ。最後も月属性のカードを使いまくるだけなのでやってることは変わらないのだ。意味はないけどドローの阻害になるからフェニックスは余裕があるうちに使っておくのだ。なるべくゼロコストのカードをうまく使い回すのだ。フェアリーギフトでドローした時に使わなさそうなアタックカードを捨てて、なるべくオカリナの音色を使いやすい手札に調整するのだ。条件付きとはいえ1コスト後ドローは破格の性能なのだ。闇のささやきはアタックカードでデッキが圧迫されるのを嫌って使用を控えているのだ。長期戦が確実ならラスボス戦で不用意にデッキサイズを膨らませる行為は危険なのだ。せっかくの攻撃チャンスにドローが続かなかったのだ。ここは呪いがかかってるし敵も攻撃してこないから動かなくてよかったのだ。でもドローしたら神々の黄昏が引けたからとりあえず使ってるのだ。それ以上動いてるのはただの打足なのだ。普段はここまで長期戦にならないから敵の行動パターンが全然わからないのだ。取り巻きのカナンちゃんがバフしかかけてないのが不安なのだ。
でも神々の黄昏のおかげで防御力はかなり高くなってるから、神の攻撃なら大体受かるようになってきてるはずなのだ。問題は呪いで HP が全部削れるまでに鏡さんが倒せるかどうかなのだ。またバフの予告なのだ。準備期間が長すぎるのだ。でもアタックしてこないのはこちらとしてはありがたいのだ。結局バフしか使われなかったのだ。ここは反射の存在を忘れてシールドを貼る前に殴りかかってるのだ。フレミなのだ。前のターンに使った臨床だけで必要なシールドが賄えてるのだ。ここのようちゃんからの攻撃は9点じゃなくて 9×2 の18点なのだ。ちょっと紛らわしいけど防御力が上がりまくってるからもはや誤差なのだ。挑発されて呪文カードが使えないのだ。まずいのだと思ったけど、ようちゃん自体の攻撃がそこまで痛くなかったからなんとかしのげたのだ。と思ったら今度はお邪魔カードを混ぜてきたのだ。これは結構困るのだ。今回の感想なのだ。こんなデッキでよくクリアできたなっていうのが正直な感想なのだ。もう少しまともなカードを途中で採用していればもう少し楽にクリアできたと思うのだ。運に助けられた部分も多いし、反省点が多くていろいろとスッキリしないランだったのだ。直行の株をメイン火力にするようなデッキを組むのはこれっきりにするのだ。何はともあれ、2回目の挑戦で無事にチャレンジ達成できたので一安心なのだ。ヨハネちゃん、私が来たよ。あっち行け。どっち。やめて。ダメだよ。この風に乗って。負けない。どんどん行くわよ。ダメだよ。ここで無事にとどめを刺して GG となったのだ。こんなデッキを組むと苦戦するという教訓として少しでも参考になれば幸いなのだ。ご視聴ありがとうございました。楽